ウエストが 88.5、 体重が 77.45、 ウエストが 77.4、 マイナス約10センチ、体重が 69.4、 マイナス8キロ。体重減らしたいよって方、痩せたいよって方、正直言います、楽な運動よりきつい運動の方が絶対に痩せます。ただ続かないですよね。そういった方は3日続けて今回の動画をやってみてください。4日目には正直半分の労力でこなすことができます。寝たり立ったりを交互に動いていきます。痩せるぞって方は一緒にやりましょう。四つん這いの状態から交互に足を前に出します。できるだけ足を前に出しましょう。動きは大きい方が息が上がって痩せられます。ペースはマイペースでいいです。慣れてくると早く動いてください。はい、今度立ちます。屈伸をしましょう。屈伸をしたら膝を伸ばします。使ったり休めたりすることで長い時間運動ができます。今度は四つん這いから、この体勢から交互に足を出します。だんだんと息が上がっても同じ運動をしていれば呼吸は落ち着いてきますから、体を動かし続けてください。一回息が上がるとね、その呼吸までは次上がらなくなるんで。 OK、 今度は伸脚をします。片方膝伸ばして片方曲げる。だんだんとね息が上がりますが、3日4日続けていくとほとんど息上がらなくなりますから、騙されたと思ってまずは3日この動画続けていきましょう。動きが大きい方が必ず痩せます。上向いて寝ましょう。万歳から手を振ったら膝をタッチ。腰を丸めて、腰を丸めて下ろす。2回腰を丸める感じです。ここで1回クッと腰を丸めます。左右に回します。スクワットをしてやっぱり膝が痛くなると次からやるのがね少し怖くなったりしますから、しっかり膝をね回すこと大事です。この動き実は下半身に意識がいくと思いますが、前かがみなんで背中をねすごい鍛えてます。 OK、 上向いて出ましょう。今度は交互に股下にタッチ。マイペースでいいですからね。続けてやって慣れてくると自分で勝手にペースをね上げればいいですから、まずはマイペースで
3日続けてできるスピードでやってください。OK。 今度は左右に体重移動します。上半身は楽に体を揺らすようなイメージで、膝はね少しだけ両方ずっと曲げておきます。負荷を分散することで疲れはあんまり感じにくくなりながらしっかり鍛えてますので、この息がね少し上がってる時間が長く続くとねすごいカロリー使えますから。 OK。 じゃあ出ましょう。今度は足を曲げて伸ばして繰り返しましょう。できればね曲げたら腰を浮かつける感じで、慣れてくるとねこういう感じで動かしてください。3日目まではこれでいいです。 OK。 今度は肘をついて交互に体重移動です。慣れてくるとね手を使わないようにして、初めのうちは肘ついて手でもいいです。OK。 今度は上向き肘つきましょう。これで足を左右足はできるだけ前に持ってきて、辛いうちは片方膝ついてもいいです。慣れてくるとペースを上げてください。OK。 で今度膝を曲げて動きます。反復横跳びをねするようなイメージ。もし同じ位置がきつかったら少し膝の高さを変えるとなんとかできます。たまに低くなったりして、OK。 上向いてみましょう。今度は交互に膝を曲げます。マイペースでいいです。慣れてくるとねこういう感じ、初めはゆっくり足つけながら、呼吸を少し戻しながら、心肺能力もついてきますからね。 OK。 今度は片足立ち、キュッキュッキュッと3回、1、2、3。あと少しで終わりますからね、みんな頑張って。これをまずはね3日やるだけ、4日目はもっと楽にできますから。2日目はね一番きつく感じるだけ。 OK。 うつ伏せです。今度は手を脇の下ついて体を上げたら足を上げる。
あと少しで終わりですよ、頑張って。よっしゃ、ちょっとオッケー、ラスト。このまま腰振ってください。クールダウンで終わりです。これで終わり。呼吸戻しながら力抜いて、手の力も抜いてください。3日だけ、初めの3日を超えたらね、もうダイエット勝ち組です。4日目からね、続けられれば1ヶ月続きますから。OK、 明日も頑張っていきましょう。理想のスタイルに必ず近づいてます。迷わず諦めず毎日続けてください。やった人はコメント、感想、日数残してください。